皆さんこんにちは。ウェイユーが世間を見る。へようこそ。今日はアメリカ東部時間2023年2月3日金曜日です。2月1日、巨大な気球がアラスカとカナダの上空を飛び、アメリカモンタナ州の上空に現れました。これは中国からの気象観測用の気球で、中国側もすぐにこれを認めたのです。この事件が一瞬にしてネット上で注目された主な理由は、 これがスパイ気球でアメリカ上空で情報収集に使われたからです。中国の観測気球が領空侵犯をしたことはアメリカの領土主権を侵害するもので国際法違反です。これはアメリカで情報工作に従事するのと同じで非常に敏感で悪質な行為です。この事件の後アメリカ国務長官は予定していた中国訪問を取りやめたほどでした。 あるネットユーザーは今さまよえる地球はさまよえる気球になったと皮肉ったのです。最近中共はサスライの地球という映画の宣伝をしています。中共が地球と全人類を救うというイメージ作りをしていながら今回の事件を起こし世界から嘲笑の的となりました。まさかこの気球の登場で本当にさまよえる地球が さまよえる気球になるとは思わなかったのです。この気球は日に暮られて登場しましたが、なぜアメリカで現れたのかなぜブリンケン氏の訪中直前に現れたのかなぜアメリカはすぐにそれを撃墜しなかったのか中共の公式回答はどうだったのかアメリカが国務長官の訪問中止を決定した理由は何かを知りたいです。まず、気球が現れた後の アメリカ側の公式対応を見てみましょう。アメリカは気球を撃墜する準備ができたのですが、軍事的な話し合いの結果、延期しました。撃墜による破片で被害が出る可能性があるからです。気球が出現したモンタナ州にはマルムストローム空軍基地があり、アメリカ内に3つしかない核ミサイルサイロの1つがあります。アメリカ軍の評価では、情報収集をする価値は 限定的だというのです。つまり、すべてがアメリカ軍のコントロール下にあるため、限られた情報のみ収集します。しかし、ブリンケン国務長官は、報酬を取りやめました。そして、2月4日に、オースティン国防長官は、アメリカ軍の戦闘機が、サウスカロライナ州沖の上空で、気球を撃墜したと発表しました。では、気球が現れた後の、 中共側の反応を見てみましょう。2月3日の定例記者会見で中国外交部のモーデン報道官はこの事件についての質問を受けました。中国から来た飛行船で民間の気象研究用で西風の影響を受け、そして飛行船自身のコントロール能力が限られており、意図した航路から大きく外れてしまった。中国側は遺憾の意を表明し、今回の 不可抗力による想定外の事故として適切に対処するというのが、モーネー報道官の回答でした。その回答はまず、これは中国の気球であると認めました。アメリカに証拠があるため、中国側は否定できないのです。この気球は民間用だと主張し、自国民に責任転嫁しました。あるネットユーザーは、不可抗力が多いね。ミサイルが不可抗力で、 日本の領海に飛来し、無人機が不可抗力で台湾に飛来し、気球が不可抗力でアメリカに飛来した。今度、日本、台湾、アメリカの3カ所に不可抗力で核爆弾が飛んでくる可能性はないでしょうかとコメントしました。不可抗力でというのは中共の言い訳になっているのです。一国の政党がいつも不可抗力を言い訳にするのは、 責任を負う勇気がないことを表しています。気球が本来の航路から外れて、誤ってアメリカに飛来した可能性はあるのでしょうかまず、偵察用の気球について見てみましょう。気球を軍事利用した最古のものは、諸葛公明の公明党です。諸葛公明が軍隊に包囲された時、公明党を使ってメッセージを送ったのですが、これは現代で言えば、 気球なのです。一般的には水素気球や窒素気球が商売の宣伝用に使われています。ファールンゴンの学習者も水素気球を使ってファールンゴンの真相のチラシを配ったり横断幕を掲げることがありました。ただし、これらの気球は動力源はないので簡単な用途にしか使えません。しかし、動力源を持つ航空気球はソーラーバッテリーや 関連する偵察、監視、通信機器を搭載し、高度8万から12万フィート、2万4000メートルから3万6000メートルに長時間常駐することが可能です。気球は一般の民間機よりも高く飛べるのです。民間航空機は高度4万フィート、1万2000メートルを超えられないため、高く飛べる気球は 超低機動衛星として機能しています。2022年、中国軍の機関紙は、熱気球、水素気球、窒素気球、ヘリウム気球、飛行船などの動力気球は空中で上昇することが可能だ。そのため、すぐに軍隊に特別採用され、命令の伝達、敵の探知、さらには弾薬投下の役割も与えられた。気球は空中の、 プラットフォームであり、情報の伝達用には通信中継機などが搭載されている敵に対する偵察が気球の本来の仕事だと報道しました。また現代の航空気球はどんどん進化し新素材により高度は成層圏に到達し対空兵器の攻撃を回避できるナビゲーションシステムと人工知能の活用により気球は高度と方向を変えながら 目的空域に到達できる、丸みを帯びた形、プラスチックの素材、ゆっくりとした動き、および熱放射がないことから、多くのレーダーをくぐり抜けることも可能だ。また、打ち上げが容易で、費用対効果が高く、低コスト作戦の要件に合致している、と説明しています。この記事から、中国軍が航空気球の軍事利用を重要視していることがわかります。実際。 中共はすでに航空気球を使って台湾などに対する情報監視を行っています。昨年、台湾は台湾上空に中共が航空気球を何度も飛ばしていることを察知しました。これらの航空気球は台湾周辺の大気環境に関する情報を収集することができます。戦争の時であれば大気温度、海水温、相対湿とおよび 風速などの気象環境パラメーターを取得することができれば、長距離通信やレーダー補足性能のパラメーターを取得することができるのです。ですから、これによって、中京は台湾のオーバーザ・ホライズンレーダーと高周波・地上波レーダーの有効な探知能力を取得することができます。気球の気象情報は、中京の船が台湾周辺の水門情報を探知するくらい、 重要なのです。では、アメリカに出現した気球はどこから来たのでしょう中国からアメリカに飛んでいきましたか中国外務省は中国上空から飛行経路を逸脱したことを認めています。しかし、外務省が答える前に、環球時報の専門家の分析によると、中国からアメリカに飛んだ可能性は極めて低いと報じました。宇宙技術情報の専門家の言葉を引用します。 このような観測気球は一般的に清掃圏の高度で飛行し、その方向を制御することは困難である。通常気球は風の力で飛ぶか、ベントと呼ばれる方法で方向を制御している。そのため気球の寿命は限られている。中国本土から気球を放ち、米軍基地上空を飛行させることはまずありえない。気球はアメリカ西海岸を航行する。 中国の商船から打ち上げられている可能性が高い中国外務省の報道官が真実を語ったのかそれとも環球時報の専門家が真実を語ったのでしょうか実は私は専門家の説を信じています。中国からアメリカへ飛ぶには制御できない要素がたくさんあります。では、モーネーはなぜ中国から飛んだと認め発表したのでしょうか 中共の情報部門が北米に拠点を置いている事実を暴露されるのを恐れたからだと思います。では、気球はどこに打ち上げられたのかというと、おそらく北米です。もう一つ可能性があるとすれば、この事件のタイミングはブリンケン氏が中国を訪問しようとしている時で、ちょっと微妙な時期でした。習近平政権がこのタイミングで行動を起こすべきではなかったというのが通りでしょう。 もし、習近平がアメリカとの関係改善を望んでいるなら、自らアメリカに悪影響を与える愚かなことはしないはずです。結局、ブリンケン氏の訪中は、水泡に帰しました。習近平が指示したことでなければ、習近平の敵対者がやった可能性が高く、目的は、アメリカとの外交関係を妨害するためです。だからモーネーは、米中間の奇妙な事件について、 冷静に対処すべきだと言いました。彼女が言った事故という言い分は、それは責任逃れの言い訳にしか聞こえません。何と言っても、中共の内部闘争は止まりません。バイデン政権では、米中関係は競争と協調。つまり、アメリカは中共と競争すると位置づけられていました。アメリカは、防衛、軍事、経済、貿易、 科学技術などで優位性を示し、中共が自発的に屈服するまで服従させる必要があります。今回の訪中でブリンケン氏は習近平と会談する予定でした。中共が強気な発言を続けるか、言われた通りにするのか、その姿勢を試すことが期待されました。習近平はゼロコロナをやめ、一気に集団免疫を獲得させるという方向転換をし、 中国人に後遺症や死という重い代償を払わせました。この目的は経済の早期回復と他の欧米諸国と歩調を合わせ国際貿易の分野に戻ることです。過去、大学進出のやり方で多くの中国人の命が失われました。何しろ中国には大きな市場と人口があるので、中共は 中国での流行をコントロールすることができれば、まだ交渉の材料を持っていると思ったのでしょう。ブリンケン氏の訪中は、実は、米中間の相互理解、相手の誠実さを確かめるためとも言えます。しかし、今このようなことが発生して、アメリカ国内は大騒ぎになりました。特に、アメリカ議会の反応は、中共に対して、アメリカの両党の認識が統一されました。 かつてアメリカの議会で中共が批判されたとき、多くの人は反対し何も言いませんでした。今では中共用の法案が出ると、ほぼ全会一致で可決されます。中共が不誠実な上、今回のスパイ気球が現れてアメリカ側は当惑し、結果ブリンケン氏の訪中は中止となり、気球も撃墜されました。今後米中関係は、 もっと複雑化するでしょう。ですからこの事件に関して最も可能性が高いのは習近平が反宗派の落とし穴に落ちてしまったことです。かつては一緒に商売をやっていたのでファイブアイズは中共の海外でのスパイ活動には目をつぶってきましたが今は変わりました。以前ある友人がスパイ活動について話してくれました。実は各国の工作員は 皆、みなある程度連絡を取り合っていて、お互いのことを知っているそうです。中には二重スパイもいます。彼らは双方、あるいは関係者のために情報を集めるので、うまくいくことが多いのです。両国関係が崩れると、諜報機関や諜報部員が相手国の手先になってしまうことがあります。そのため、中共による逮捕者を見かけることもあります。中共は、アメリカやカナダの関係者を、 中国で逮捕し、アメリカはすでに把握している中国の工作員を取り締まります。それは互いの首を絞めるやり方です。このような状況だということは、米中関係はかつてのようにはいかず、二度と以前の関係にはならないことを示しています。アメリカの中共に対する政策がさらに厳格化するのもその流れだと思います。中共の崩壊は神の意志であり、 間近に迫っています。当然、アメリカは中共解体の重要な勢力になり、中共の敵の宿命なのかもしれません。米中関係は、鷹と蛇の関係ですよね。悪魔が世界を統治しているの序章にこのように書かれています。サタンの誘惑はエデンのそのだけでなく、今でも人間が予想もしない方法で誘惑し、威嚇し、破壊している。 神の基準では悪魔は私たちの世界を占領している。この過程は人類が誘惑され、脅迫されて、神から離れていく過程である。この悪魔は共産主義の邪霊だ。共産主義は決して一種の思想や学説ではなく、人類が解決策を求めた時に失敗した試みでもない。それは悪魔であり、またの名を共産邪霊といい。 恨みと宇宙の低い次元に存在する様々な腐敗した物質によって構成されている。それはもともと一匹の蛇であり、表面の空間における現れは一匹の赤い竜である。それは正しい神を敵視するサタンと協力するだけにとどまらず、低い次元の霊体や魔を利用して人間世界を混乱させてきた。この邪霊の最終目的は、 人類の破滅である、神が主張を救うために、この世にやってきた最後の時期に、神に対する信仰心を失わせ、神と伝統に背反するまで道徳を堕落させ、神の教えと導きを理解できないようにすることで、人類が最終的に淘汰されるように仕向けることだ。共産主義は、もともと蛇だと言っています。興味深いのは、習近平の絵とも蛇です。 アメリカのシンボルは鷹で、鷹は蛇の天敵です。アメリカは中共を片付けに来たという運命かもしれません。そのため、中共の邪霊自身もそれを知っていて、過去にアメリカを罵倒し、敵に回す努力を惜しみませんでした。私が言ったことは、あまりに神秘的だと思われるかもしれません。しかし、この世の多くのことは運命づけられており、私たちは、 自分の生死も把握できないのです。宗教崩壊も運命であり、止めることはできません。最も重要なのは、宗教が滅亡する過程で、その副葬品にならないことです。では、今日はここまでにします。ウェイユーが世間を見る。またお会いしましょう。 曾经有一个人，与你的善良感应，请打开你的心门，让它落地生根。人海中的那个人，等你红尘里的转身，风尘仆。 这一次我真的相信了，被你改写了剧本。温暖的眼神原谅我对爱没天分。这一次我真的相信了，是被祝福的。 之前，请不必问，这世界还有余温，多少的人还在等，最深爱的人，何苦执着这戏份？ Yeah. Mm -hmm.